今回と2つ目の試練やね。風花ちゃんを救出するという。ああ、ちょっと待って、主人公今1人なんだよな。どうなの、倒せんのこれ。おお、ほう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 、おお、よしよし。あ、敵そんなっていうか全然弱いか。無駄にあれ使わなきゃよかったな。あ、ジャックランタンだ。おお、おお、ちょっとあれやな、育てるのいいかもしれんな。敵全然強くないし、この階にはこれ何、さっきの風花ちゃんもしかして。早く君に会いたいよ。よいしょよいしょ、アイテム回収しながら。一人っていうのは怖いですけれどもね。応答してくれ。よし。あ、ちょ待って。危ねえ。バルキリー。バルキリー。よし。あ、もう。あ、あれ風の。いないのか、風の技を覚えてる。あー、風の子いないのか。あー、いや、あ、よしよしよし、よかったね。シャッフルタイム。あ、ジャックフロスト。オッケー、ちょ、魔術師の子たち育てていきたいけれど。人なの。ちゃんだよね。早く会いたいよ君に。誰かいるの？ふうかちゃんまだすぐに会えない。なんか途中で合流とかできないのかな。さあ、先輩たちと合流するより早くふうかちゃんと会えるみたいな。お願い、答えて。ふうかちゃん今行くよ。絶対可愛いと思う、風花ちゃん。さて、次、上に行きまーす。まだ会えない？サード先輩たちと。あ、いたー！わーい！おー、ようやくお出ましだよ。心配したぜ、たく。無事でよかった、二人とも。今後はこういう入り方は無理だな。なあ、つうかさ、お前ここ来る途中に声聞かなかった。あ、風花ちゃんの声は多分。なんつったらいいか。誰？人？なの？ババ、この声、つか後ろからか？ちょっとなんかエリザベスさんとちょっと似てるような。あ、はい。おお、生きてた、すげえ。もう大丈夫だぜ、俺ら救助隊だからさ。これはちょっと守ってあげたくなるっていうの分かるな、純平がやってたな。よかったな、俺たちと一緒に来い。ありがとうございます。私大丈夫？はい、ごめんなさい、気が抜けちゃって。俺の判断は正しかったな。ミツルに連絡を入れておくか。ここ一体どこなんですか？私学校にいたはずなのに、なんでこんな。ああ、その話はちっと長くなんな、戻ってから説明するっす。ミスル、聞こえるか？やっぱりダメか、ノイズがひどいな。
うん。ああ、怪我とか大丈夫か？つうかここ、化け物出るだろう。じゃあやっぱり、ここ、何かいるんですね。今のところ、なんとか見つからずに済んでますけど。見つからずにって、一度もか？え？どうやって？なんて言ったらいいか、居場所がなんとなくわかるっていうか。わかるって、なんだそりゃ。女の勘ってやつ？ミツルと同じ力か。へえ。それ以上かもしれない。あいつのペルソナは本来は戦闘タイプだからな。ペルソナ？これを持っていてくれ。守りのようなものだ。弾は出ない。お守り。よし、急いで戻るぞ。月でか、明るてか、こんなギラギラしてたっけか。月の満ち欠けはシャドウの調子に影響するって説がある。もっとも人間も同じだがな。ユカリッチがプリプリしてたのもそのせいすかね。モレールの時も丸かったし。え、丸かったって。前も丸かった。あ、そっか。あ、月がってことね。なんすか？ユカリタソがピリピリするのはまた別物だよと思うけど。おい、4月にリョウが襲われた日。ああ。月を見たか。一番最初？やだ、もう覚えてないんだよな。ごめんなさい。ちょ、覚えてないっすわ。今日が6月8日。モノレールで戦ったのが5月9日。うん。寮の襲撃は4月9日。すべて満月だ。うん。ミズル、聞こえるか？おい、聞こえているのか？返事をしろ、ミズル。あ！ミズル？おい！え、なんか女子チームに何かあったのか？今までのよりずっと大きい。しかも人を襲ってる。え？くそ。なんすか？分かるように説明してくださいよ。出たんだ。おそらく奴らは満月に来るんだ。急ぐぞ。早く戻んないと。ちょっと。あ、ついに試練かな。二つ目の、あー、ケイドウ先輩のバイクと、あくそ、一体じゃないのか。え、なんか見た目かっこいいね。私好きだよ、こういうの。ミツル、タケバ、一番最初のさ、あのボスちょっとエッチい感じだったけど、こっちなんかメカメカしい感じで好き。特に右の方好き。あのなんかあんな感じのさ、あのアレキサンダー FF の。攻撃は効かない？左はなんか魔術師って感じするね。シャドウの気そらさないと。分かってる。貴様らの相手はこっちだ。ちょ待って、なになに？気をつけろ。こいつら、普通の攻撃が効かない。普通の攻撃が効かないってどういうことだよ。え、なに？おい、あいつ。あっ！もうギャル。うっか。バカな、なぜ来た。そう、声聞いちゃったんだよね、この子。まさか森山さん。無茶だ、戻れ。逃げて、ここは危ないから。あんたに謝らなきゃって。おい、危ねえ。あ、覚醒したぞ。
何の力使えるんだろう、トカちゃん。山岸さん、ペルソナ、私見える、私あの怪物たちの弱いところ、なんとなくだけど見えます。ライブラ持ってるこの子、え、強いんじゃない。この力は思った通りだ。ミツル、バックアップは彼女が代わる。こいつらは俺たちで片付ける。これもう一軍じゃないですか。ちょ、弱点わかるようだったら。え、じゃあやっていきましょう。私が怪物たちの弱点を探ります。少し時間をください。はい。何がいいんだろうな。一番強い子でいくか。バリ造語のハラギアギラオジオ。あ、効かないね、全く。どっちからやってた方がいいんだろう。でも弱点が全く分かんないから、スニックパンチ効く。あ、効かないね。ジオンが、いてててててて、あ、サミダレ切り、ドラクエだよ。お待たせしました。いつでも調べられます。あ、お願い、フカちゃん。タイミングを指示してください。あ、今だよ、今ナウナウ。え、はい、アナライズ。え、アナライズ画面でこれタッチパッドかなを押すと、不可な SP を消費して選択中の敵にハイアナライズを使用できます。敵との相性を全て見抜き合ったため、使用することで戦闘有利に進められます。またハイアナライズは全ての味方と行動、敵が行動終了した1巡後に使用できるようになります。 OK。 え、どういうこと。あ、L1 か。いつでも調べられます。女帝皇帝かっこいいね。エンプレスとエンペラーだって。これは何が効くってこと。あ、で、タッチパッドか。はい。おひん。私にこんな力があったなんて。期待通りの能力だ。分析力なら別類以上か。ほう。ここは。ちょっと待って、アナライズ、あー、持ってない。これはこいつは、あ、雷が弱点だ。はい、ジャックランタン。よし、どう。いや、いつでも行けぞ。俺の出番か。純平とかあれか、とつこやき持ってないもんね。ちょっと待ってよ、これ。これはじゃない、左の敵にダメージ与えらんないじゃない、これ。なんかアイテムあるかな。どうする。決まった。ああ、なさそう。まあ、いっか。こいつ、これ消せっか。おら。よし。よし。引かないもんね。どうしよう、左のやつ。あ、間違え
こいつクソクソクソ間違えた。いやうんこすぎる。完全プレミですね。とりあえずパラダイム、え、姉ちゃんパラダイムシフトってサーフィン2なんだけど。あ、変化しました。なになになに、パラダイムシフト132ですわ。アナライズ。え、ふうかちゃんの SP ってあれなのかな、回復できないのかな。あ、パンチになった。え、こっちは、はい、おー、なるほど。よし、で今度はソニックパンチをこっちに決める。よし、陣形が崩れました。今がチャンスです。一攻撃、行こう。お、いいんじゃない、いいんじゃない。スタートダイブ、鮮やかなパラダイムシフトしそうだけど、走行機引っ掛けて、ほら、多いんじゃない？え？テイクパンチ。よし、おお、いいねいいねいいね。はい、これ右倒れそうだよ、エンペラーの方。はい、あ、嘘、え、倒れない、まだ火炎側が切る。あ、月影って、なんか他のゲームにもそんな技使う人いたような気がする。パンチ、よし、で、マハブフを当てる。よし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 、映像映像映像、スタート1体だけよ。あっ、またちょっとじゃん。じゃあこれで終わりだ。やったー、いや2つ目のシーンは楽勝でしたね。やった、トロフィーなんだ。守るための力、やったー。お、ちょっと今までペルソナを所持できるようになった、嬉しい。レベル20になりました。もう心配ない。ふうか、あんた、怪我はない？うん、よかった。ふうか、心配ない。疲れがたたっただけだ。ふうか。私、今の2体のシャドウはどこから。見た目結構好きだったな。外からだ。外から、寮やモノレールに出た時と同じだ。そうか。っていうか森山さん、影時間とかシャドウとか全部見ちゃって、これから一緒にやっていくか。いや、ペルソナ使いとして。彼女は俺たちとは違う。影時間の嫌な思い出は記憶に残らない。それにシャドウの声を聞いたはずが、結局こうして無事でいる。再び落ちることは
もうないだろ。ねえ、仲間にしようよ。でもそれ、山岸さんが恩人だったことも忘れちゃうってことですよね。そんなのって。いや、そうなっても案外大丈夫かもしれない。ごめん、ごめんね、ふうか、ごめんね。自分がどうすべきだったのか、彼女はもう分かっているようだ。ごめんなさい。ピンチを乗り越え、なんとか山岸風花を救い出すことができた。しかし今夜も現れたあの謎の少年、試練の警告はやはり夢などではないようだ。とにかく今は体が疲れ切っている。寮へ戻って早めに休もう。いじめ問題について私あんま言及はしないかな、まあ、風花が許せばいいんじゃねって思うけど。おはよう。おはようございます。療養中の山岸と森山のことだが、二人とも大事な数日で退院できるそうだ。よかったです。それはそうだな。そうだな。山岸の方は近いうちに寮へ招いて詳しい話をすることになるだろう。彼女の後から今の私たちにぜひとも言ってね。私も欲しいです。ライブラ要員は貴重でございますよ。戦闘がよりスムーズになるかな。よし、というわけで、じゃあ今回はここまでにしておこうかなと思います。おお、平穏な学校生活にまた戻れましたね。お、友近、末光、あ、千尋ちゃん、あ、千尋ちゃん行くかな。でもまあ末光も気になるけれどもね。はい、ではお疲れ様でした。